どうもこんにちは、小佐島です。今日は、ゼロからわかるキリスト教の死後と仏教の死後ということについて、この流れでお話しいたします。死んだらどうなるか、死後が気になるという方は、決して少なくないと思います。あるのか、ないのか、あるとすればどんなところなのか、死は確実な未来ですから、その先がどうなっているかは、大なり小なり気になるところでありましょう。そして、死後と聞くと、キリスト教や仏教で、 教えられていいいるる死をイメージすす方も多いと思いますしかし、いろいろ、死後について、伝え聞くことはあっても、じゃあ実際に、聖書にどう書かれてあるのか、仏典にどう解かれているのか、しっかりと根拠を持って、原点を知っている方は非常に稀であります。それで今日は、私の勝手な考え、解釈ではなくて、キリスト教ならば聖書にどう書かれてあるか、仏教ならば仏典、経典にどう書かれてあるか、 それを根拠にお話しする非常に貴重で重要な内容になってますので、ぜひ最後までお聞きください。では先に、キリスト教に死後はどう書かれてあるか、こちらから見ていきたいと思います。これまでもキリスト教についての動画、いくつか上げてきたんですけども、その時に、いや、聖書に死後なんて書かれてないんだよ。後から付け加えただけなんだ。お前それも知らんのかとこういう非難があるわけなんですけども、じゃあ実際にはどうなんでしょうか まず聖書といっても、旧約聖書と新約聖書があります。よく誤解されるのは、この役というのが翻訳の役と勘違いして、古い役の聖書と新しい翻訳の聖書と、こう思われている方があります。私も大学生になるまでそのように間違っておりました。実際は契約の訳でありまして、神との契約、元々の契約が書かれているのが旧約聖書。その契約が新しくなったのが新約聖書と。 ということになりますでまず紹介しますのは、新約聖書の方です。ここにある金持ちと、その金持ちの門前で寝て暮らしている貧しい病気持ちの、まあ、いわゆるいろんな出来物ができた、そういったラザロという人が登場いたします。で金持ちというのは、この世では非常に恵まれてるんですけども、信仰心がないわけです。それに対して、このラザロの方は、その金持ちがね、食事の余りとかいうものを捨ててるものを食べて生きて、 貧しいし、しができて、しかもその出来物をなんか犬が舐めるとかね、なんか生々しい表現が <laughs> されてるんですけども、この上ではもう大変惨めで苦しいんですけど、信仰心がどうもあったようでございます。で、その2人がね、2人とも死ぬわけなんですけども、金持ちはどうなったかというと、黄泉の国、これは専門用語で、ハデスとも言われまして、まあ、地獄のことです。これ翻訳はいろいろあるんですけども、ハデスと言われる地獄を黄泉と。 という言葉を当てて表現すす。ることが多くあります黄色い泉と書いて読みと読みますけども、この黄色というのは中国の五行説で土を表します。そこから土の下、地下を表し、さらには死後の世界を表すようになりまして、中国でもこの読みという字を使って死後の世界を表すそうですね。実際の地獄の世界が黄色色をしているというわけではないということです。もちろんこの読みというのはキリスト教にのみ使われるわけではなくて、 逆に、それまで日本で使っていた語の世界を、キリスト教の地獄の一つに当てはめたということになります。ちなみに、キリスト教で地獄といっても二通りあるんですね。英語ではヘルと訳されてますけども、内容的に二つあって、一つはハデスと言われるもの。これは信仰心がない、いわゆるキリスト教を信じてない人が最後の審判を待つ間ね、苦しんでいる世界。これを読みと訳されるんですけども、そういう地獄と。 ゲヘ,ンナまあ、ゲヘナと言われることもありますけども、これはもう最後の審判が行われた後、まあ、最終的に永遠に苦しむ地獄、こちらをゲヘンナという地獄として言われます。つまり、キリスト教において、人は死んでもですね、最後の審判、ラストジャジメント、神がこいつはもう本当に地獄、こいつは天国と、まあ、裁判みたいにしてね、振り分けるわけなんですけども、それがあるまでは、まあ、猶予期間というものがあるんですけども。 で猶予期間といっても結構苦しいのが予備の世界、派ですと言われる世界だということですで。最後の審判があったらもうね、その判決が覆ることなくても永遠に地獄なら地獄、天国なら天国と最終決定されてしまうわけですけども、その永遠の地獄が下辺だと言われます。まあ、これもキリスト教はいろんな宗派がありますからね、きっちり分けてる宗派もあれば、曖昧な宗派もあります。で話を戻しますとその金持ちは 読みの国の地獄の方にいたわけですね。まあ、それは当然まだ最後の審判起きてませんので、下品なの地獄ではないわけですで。その金持ちが目を上げますと、アブラハムと先ほど紹介した貧しかったあのラザローがね、遠くにこう一緒にいるところを見るわけですで。アブラハムって誰かっていうと、これは神に選ばれた最初の預言者であって、信仰の父とも言われます。これはユダヤ教、キリスト教、イスラム教ともに、 アブラハムというのは、ある意味理想のね、人物として尊重されてまして、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教をアブラハムの宗教と、こう言われることもあります。だからラザロは、その、アブラハムと一緒にいるということは、非常にいいところにいたわけです。ちなみに、このアブラハムというのは、神のメンタルテストでね、息子のイサクを殺せって命じられて、神の命令なら、逆らないということで、最も愛するね、ワ子を殺そうとするっていう。 で実際に殺す直前に天使がやってきて、待った待ったね。それテストですから、殺さなくていいですよっていう。そういうメンタルテストに合格したので、キリスト教的にはすごいと。まあ、倫理道徳から言ったらね、我が子を殺すってことで、まあ、とんでもないことですけども。まあそういう人で有名でございますで。金持ちがアブラハムに対して言うわけですね。父、アブラハムよ。ラザロを使わして、その指先を水で濡らして、私の舌を冷やさせてください。 私はこの火炎の中で苦しみも絶えています。こう訴える。生々しい表現ですね。この黄泉の世界、猶予期間とは言いながら、キリスト教を信仰しなかったために、もう焼かれてね、熱くって、もう一滴でもいい、水ください、この舌をね、冷やさせてください。懇願するわけです。しかし、アブラハムは、私たちとあなた方との間には大きな縁がある。渡ろにも渡れないんだと。こう言うわけです。ここからもわかりますように、 聖書に主語が書いてないとあるけども、はっきり書かれてあるわけです。ではそもそもなんでそんな苦しい地獄があるのということですけども、これまた新約聖書にはこのように書かれてあります。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。まずこういうわけです。殺人鬼はね、あなたを殺すかもしれないけども、逆に言えば殺すことしかできない。だから人間を恐れるな、ということなんですけど、これ普通はちょっとありえないですね。<laughs> 殺人鬼怖いですよ。 やめてって感じですけども。でも、もっと恐ろしい奴がいるぞってことですよね。で、それ誰かって言うんですけども、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょうと。ちょっともったいぶるというか、引っ張りますね。誰か教えてあげようと。誰ですかもっと恐ろしいの殺人鬼の恐ろしい人は誰ですか言うと、殺した後でゲヘナ地獄ですね。地獄に投げ込む。<laughs> そういった権威。権威というけど、そういう権力と言いますかね。力を持ってる。 そういいううお方を恐れなさいそうです。この方、神を恐れなさい。えー、なんか神って助けてくれるいい方じゃないんですかこれ人間以上に恐れなきゃいけないっていうのはもうその恐怖政治をね、するような、僕よりも恐ろしい、それを恐れろってことですかみたいなことで、私、大学1年生の時に聖書初めて読みましたけども、思ってた神の面と全然違う。もっとなんか歯が浮くような美しい愛ばっかりね、書かれてると思いきや、 もちろんそういった言葉もあるんですけども、こういう恐ろしいメッセージがもう次々書かれてあって、なんじゃこりゃと思ったのを忘れられません。また、イエス・キリシとかですね、いろんな話をするわけですけども、中でも有名なのが、三状の水訓と言われるものがあります。で、その一部にこうあるんですね。バカ者というものは、地獄の火に投げ込まれるであろう。すごいですね。バカーとかバカ者って言ったら、地獄だそうです。 これほとんどアウトじゃないでしょうかね。また、勘違してはならない。みだらなことはしてはならないと。こう言われたのをあなたたちは聞いてますよね。しかし、あなたたちが思っているぐらいのね、ことじゃありませんよ。この勘違することの中で、みだらなことをしちゃいけないっていうのはね、そういう情欲、みだらな思いを抱いて、女性を見る者は誰でも、心の中ですでに勘違を犯したんだ。これは罪なんだ。もし、右目があなたをつまずかせるなら、 えぐり出して捨てなさい。こ <laughs> れなかなかえげつないですね。<laughs> つまり、両目どころか右目だけね、なんか情欲を持った、いやらしい目で見た。<laughs> 右目だけ見るとよく意味がわからないんですけど、まあまあ、まして言わんや、両目で見たら話にならんぞってことなんでしょうね。そしたらね、もう右目えぐり出して捨てろ。<laughs> ちょっと普通にはできないです。しかも、その理由を言う。なぜなら、体の一部を失っても、今のは右目ですね。右目一つ失っても。 全身が下品な地獄に投げ込まれるよりはマシなんだと、このようにイエスが言うわけです。さらに、もし右の手があなたをつまずかせるなら、まあ、この中で言うと、この右手がね、ちょっと横縞なことをしてしまったとか、しようとこうね、ちょっと思っちゃったと、こうなったらもう、り捨してろと、厳しいですね。で、これまた、体も一部右腕を失ってもですね、全身が下品な地獄に落ちない方がましだと。 こうまたイエスが畳みかけるように言うわけです。これも全部有名な三条の水君の一部でございます。旧約聖書の方はどうかというと、あなたの神、主である私は、これ神が自分で言ってるんですよ。お前の神である俺は、妬む神であるから、すごいカミングアウトですね。俺は妬む神だ。だから、私を憎む者は、父の罪を子に報いて三四段に及ばすと、まあ、いうことですから、まあ、そういう十回というね、 律を破る、まあ、その一つの会員を今紹介しましたけども、ちょっと横島な目で見たりね、ちょっと横島なことしようと思ったら、それを悔い改めてもう、その部分を捨てる、切り捨てる、しなければ地獄それだけじゃない、もう私を憎んだら、信、ま、仰、あ、しなかったら、容赦しないぞっていう、つまり地獄は他でもない、その神が作ったんだ、まあ。創造主ですからね、この世界すべて作ったので。 地獄だけは誰か別のね、悪魔が作ったというわけじゃないんです。神が全部作ったんですよ。そして、もうこういうことやったら、お前地獄行けっていうね、めちゃくちゃこの厳しいわけであります。で、旧約聖書の方は、まあ、こちらの動画でね、詳しく話してますので、関心ある方は、こちらの動画をご覧ください。で、新約聖書の方に戻りますと、イエスはね、私がこの世に来たのは裁くためである。さっきのような裁きですよ。そのために来た。そしてもう一回、最後の審判で来ると。 いうことになって、初めの裁きもひどいけども、最後のジャッジメントはもっとすごいぞって言うね。まあ、こういうことでございます。で、さらに新約聖書には神の選びの計画が人間の技によらず、神の召した方によって行われるまあ、ここまで来るとですね。さっきのなんか会員がどう残るのこうとかね言ってたけども、結局もう神のね。好みというか、神の心によってもう地獄か天国か分かれるっていう。何かここまで来るともうど,どうせもちろんやみたいな感じになりますね。 でさらに、人間の意志や努力によるにゃく、ただ神の憐れみによる。憐れみって言うとなんか良さそうですけども、もうさっきのレベルで言うと、ほとんど地獄地獄、どんなに努力してもダメなんですかっていう、こういう感じもいたします。さらに、もうこの人間の計らいではもうどうしようもないんだということを強調して、神は憐れみ保とうと思うものを憐れみ、かくなぎしようと思うものをかくなぎなさる。もうその判断基準分かりませんってね。 もう最後はもう神の任せ。かなりハードルね、高そうだけども、ほとんど地獄っぽいけども、どんなに努力しても、結局神がもう決めるんですよってことが新約聖書にこう繰り返し書かれているわけです。そして最後の審判、ラストジャッジメント。これはヨハネの黙示録にこう書かれてあって、世に有名なハルマゲドンのことでございますで。ここにはですね、神の使いがやってきて、額に神の印がないものは、どんだけ苦しめてもいいと聖書に書いてあって、 そして実際にもう苦しめて、なんか人間の3分の1が死ぎました、殺されました、みたいなことがね、次々書かれてるっていう。まあこの春明け度についてはまた別の機会に話しようかなと思っております。ともかくは神の御心、御心って言いますかね、神が罰して地獄に突き落とすっていう、こういうことです。そのキリスト教を初めて日本に伝えたザビエルがね、当時の記録を日記に書いてまして、それが上下2巻の文庫本となってます。 詳しくはこちらの動画で話をしているんですけども、そのごく一部をちょっと紹介したいと思います。例えば、ザビエル、日本人との会話について、こういうことを日記に書き記しています。神は、それを皆良いものとして作ったが、彼らは人間ですよね。人間が自分勝手に悪くなったから、神は罰したんだ。さっき言ったように、神というのはもう罰する存在。イエス・キリストも、私は裁くために来た。言葉変えれば罰するために来たと。こうも言えますけども。 こんなこともダメ。あんなこともダメ。と、聖書に書いてやって、それを破ったら圧すると。それも、罰金いくらとかね。ちょっと、ケツバットぐらいな。これぐらいじゃなくて、もう地獄の炎に焼かれるっていうね。そういう罰を与えると。まあ、聖書にこう書いてますから、ザビエルもそのことを日本人に話したわけです。でその罰、どれぐらい続くんですかという質問には、その罰は用語、永遠に続く。これ、最後の審判になるとそうなります。すると彼ら、まあこれ日本人ですね。 日本人は、え、神ってそれほどに残酷に罰するのなら、あれみのないものだ。なんか神さんもっとね、優しい、憐れみ深い方がと思ってこう聞いてたら、全然違うじゃない。愛の神だとか言ってるけどその中身どうなの聖書に書かれてるのどうなの残酷。まだ人間の方が憐れみあるじゃないか。こう反論してきたと。ザビエル書いてます。ネオタイもう一回言っおきますけど、これ、ザビエルが本人が書いてるやりとりです。 それ勝手なお前の解釈だろうとね、さっきの動画を見てコメントした人がありますけども、ここだけね、何月何日にザビルさんが書いてましたと言ってもね、勝手な解釈っていうのが、それこそあなたの解釈じゃないですかと思いますけども、本人の段でございますで。しかも、神が人間を作ったのなら、なぜそんな悪い悪魔がいて、それは人間を誘惑することを許しておくのかと、日本人が問い詰める。当然ですよね。 最初から悪魔の誘惑、蛇の誘惑に負けたとかあるけど、神全知全能なんでしょなんでそんなことをほっとくのと、当然の疑問でございますよね。さらに、神が慈愛のものならば、人間をこんなに弱く、かつ罪の傾きを持ったものとしては作らないで、悪い傾きのないものとして作ったはずだ。自由意志だって言うけどね、まあ、自由意志はいいけども、かなりこの誘惑に負けやすいね、そういうものとして作ったんでしょ、神が。 普通にやってたらね、そんな蛇の誘惑なんか乗らないとか、そんないやらしい目でね、見たりしないとか、そんな風に作っておりながらね、それでも悪いことをするなら、まあ、仕方ないのかもしれないけども、人間ってのはもう弱い存在ですよね。どうしてそんな本に作ったのという。これもごもっともな日本人の質問でございます。さらに、日本人がこういう神は良い存在とは言えないんじゃないか。 なぜなら地獄のようなひどいところを作ったのだし、その地獄へ落ちた人間は永遠にそこにいなければならないんだから、神には憐れみがないじゃないか。しかも私たちのご先祖様、誰もキリスト教のことを知らない、神のことを知らない。ということはみんな地獄に落ちてるってことか。そこから抜け出す道すらないのか。なんてあれみがない。このように言ってきたってことをザビエルが書き記しているということです。まとめますと、キリスト教における死後というのは、 神によって地獄が作られた。そして神の罰によって地獄に落とされると。まあ、これは悪い方の例ですけどね。そしてまあ、いろいろ抱えてあるけども、まあ、結局最後はね、キリスト教、神を信ずるかどうか、信仰するかどうか、これによって信仰しないものは地獄と。まあ、このように読めるわけであります。もちろんキリスト教、いろんな宗派がありますのでね、まあ、この辺の意見は分かれるわけなんですけども、普通に聖書を読みますと。このように読み取れると。 いうことになりますまた、これまでの動画で、いろいろとこう文句もね、言われたわけですけども、ちょこちょこあるのはね、お前なんか旧約聖書のことばっかり言うけど、旧約聖書っていうのはユダヤ教なんだぞと。キンスト教は新約聖書なんだよ。こんな基本的なことすら知らないのかって <laughs> 言う人ありますけど、そんなバカなことあるはずないでしょ。<laughs> 堂々とよくね、言えるなと思いますけども、ユダヤ教は旧約聖書のみですよ。新約聖書を認めない。だからもともと、 真も旧もない。聖書と言ったらもう、いわゆる旧約聖書だけだっていう。これはユダヤ教です。で、キリスト教は、その旧約聖書と新約聖書、両方を見る。もちろん、より重視するのは新約聖書でありますけども、旧約聖書を否定するものではありません。で、共に旧約聖書の神も新約聖書の神も同じですよ。だから、もともとの旧約聖書の神と、イエス・キリストがなんかバトンタッチしましたと。ちょっとクレームが多かったもんでね。あまりにも旧約聖書の神にひどすぎると。 ということで優しいイエスの神にバトンタッチしましたと。こういうことじゃないです。もしそうだというならば、旧約聖書の神を否定する言葉が、新約聖書にはっきり書かれてるはずです。吉脇とかにね、もう次々と神の力によって村人たちが虐殺されていたとかあるけど、あんなこと神がされるはずないでしょう。あれは神の名を語った悪魔なんだよということをね、キリストが語り、それは新約聖書に詳しく書かれてるはずですよ。しかしそんなことない。 もう旧約聖書が大前提としてイエスが語ってる。ただ、一部ね、その契約が変わってますと。これはあるけど神自体が考えを変えたとか、神そのものが変わったということではありません。でいろいろ非難する人はですね、ちゃんと聖書のことを挙げて、ここにこうあるからお前間違いだと言ってほしいんですけど、とにかくお前はね、もう基本的なことすら分かってない。話にならんほど間違いだっていうけど、その理由とかね、根拠を 示してくれないもんですから。それと単なる悪口ですのでねで。私も別に都合で話をしてるわけじゃなくて、こう書いてあるからその通りに話をしてるということですの、ね、で、まあ、優しく教えてくれると嬉しいなと思います。また、お前はセッション悪いとこばかりね、あげ上がるとか、こういうんですけど。ということはこれ、悪い箇所がたくさんあるっていうのは認めてるんですかってことですね。悪い箇所ばっかりあげるってことは。悪い箇所はない。誤解してるならね、話はまた別ですけども。 悪いところばかりあげるってことは悪いところが実際たくさんあるんですかっていうね、それは認めるんですかっていうことはね、第一段階としてお尋ねしたいところであります。ではこれぐらいにしまして、次は仏教に移りたいと思います。で神はね、もう罰するものと、自ら言ってるわけですけども、仏様は罰しませんで。よく医者に例えられます。私たちは欲とか怒りとか愚痴とかね、まあ、そういった煩悩でいろいろ悪いことをして苦しんでると。 まあ病人であると。その根底には無明の病というね、病を抱えている。その病人を治そうとするのが仏でありますから。まあ、普通のお医者さんと言いますかね、良いお医者さんが病人を罰するってことないですよね。なんとか治してあげたい、助けてあげたいと思いますが、それと同じ関係になります。じゃあ、なんで地獄あるのか。仏教というと、なんか地獄絵図とか見たことあるとあれは何じゃあれは仏の罰じゃないのかというと。 そうです。仏の罰ではございません。で、この地獄を、地獄とね、こういう字で表現する人もあります。自分の業ここで言う業というのは行いのことです。昔のインドの言葉ではカルマと言いますけどね、自分の行い。これは体の行いだけじゃなくて、口の行い、心の行いも含まれますけども、その自分のやった業によって苦しむのが地獄。で、地獄、地獄という言葉がありますけども、 これを自業地獄とね、言った人もありまして、地獄は仏が作ったのでもない、他の誰かが作ったのでもない、自分の業によって自分が苦しむ、こう説かれるわけであります。例えば、もう賞味期限、切れだね、悪いものを食べるとか、もうカップラーメンばっかり食べてるとか、そういうことをしたり、不衛生な生活してると、う腹う、いた地獄で苦しむ。これ別に誰かが罰したわけじゃないですよね。 悪いものばっかり食べてるから、仏様がね、罰を当ててやると言って、お腹痛くなわけなくて、悪いものを食べたから、その自分の行いによって、あお腹痛いと苦しむ。だから地獄ってどっかにあるわけじゃないんです。なんか地球のね、地下、奥底にこうあるのかなと。そんなバカなと。こう勝手に誤解して、だからおかしいと。だから仏教を信じられないと。いう方ありますが、そんなことではないんです。どっかにあるんじゃない。だって自分の業 自分の行いによって苦しみが生まれるわけですから。他にも勉強をサボってね、大事な試験なんですけども、さっぱりわからんと。で、周りからはね、なんかカリ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 ,カリとね、なんかこの、どんどん腕が進んで、なんか楽勝ですみたいな感じでこう、みんな書いてると。これだけピタッと止まってわからん。そもそも質問の意味すらわからんと。<laughs> しまった。<laughs> こんなことならね、遊んでばかいないで、もうちょっと勉強しとけばよかった。また留年。これはもう、 どんだけ親からはね、怒鳴られるかわからない。中退になってしまうかもしれない。どうしようと。言って苦しむ。これ、自らの子が生み出した地獄ですよね。まあ、そういった試験地獄とか。もっと言えば犯罪を犯して、そして捕まって、罰金100万円とかね、懲役13年とかね、なって、もう出来心でやってしまった。調子に乗ってやってしまった。馬鹿なことをした。言って苦しむ。まあ、形の上では裁判で罰せられてるけども、 それは罰せられなことをしたので苦しむわけです。これまた地獄であるわけですで。昔からこの地獄についてこういう歌で教えられます。火の車、作る大工はなけれども、も斧が作りて、斧が乗り行く。ここでいう火の車っていうのが地獄のことですね。そんな地獄の火の車を誰かが作ったんじゃない。もちろん、お医者様に当たる仏様が作られるはずありませんし、それ以外のなんか悪魔かなんかが作ったんでもない。 そういう作る大工はない。だけども、じゃあなんで火の車、地獄があるかというと、他でもない、斧が作りて、斧が乗り置く。自分がやった悪号によって苦しむんだよ。地獄を作っているのは、他でもない、自分自身なんだよ。と、こう教えられるわけです。まあそういう意味では、まあ、キリスト教なら Oh my God ですけども、仏教的に言うと Oh my g o 悪いことが来たらね、Oh my g o 自分の悪号でこんなことになってしまったと。 こう反省して、今度はね、良い業、良い種まきをまくように心がけるということが大事かなと思います。そういう意味では、良い自業自得もあるわけですよ。自業自得と聞くと悪いイメージが強いですけども、良い行い、良い業は良い結果を生み出しますからね。ノーベル賞を取ったのも自業自得ですし、金メダルを取ったのも自業自得。まあ、そんなすごいのだけじゃなくて、道をね、すべての良い結果、それは良い因縁が合わさったからだと。 日々の種まき、行いが大事だよと、こう教えられるわけです。で、その壕がね、幸せや不幸、喜びや苦しみを生み出す仕組みについては、この荒らしきということで、詳しく教えられてます。まあ、こちらの動画など、結構いろんな動画でね、かなり詳しくお話してますので、関心ある方はぜひこちらをお聞きください。でこれはこの世だけじゃない、死後の地獄も、もし地獄に落ちるとするならば、それは自分の業で落ちるわけなんですけども、そう聞くとですね、 いやいや、ブッダ釈迦は死後解かなかったんだぞと。まあ、そんなことも知らないのか、常識だよ、今日と。まあ、このようにまたね、非難する人がございます。でなんでそういうことを言うかというと、まあ、その人なりの根拠があってね、お釈迦様は死後については無期、解かれなかったんだと。そうお経にあるぞというわけです。無期とは何かというと、私たちのね、幸せと関係ない、まあ、気上の空論、どうでもいいことを結論と言って避けられて、 どうでもいい質問にはもう答えられなかったんだということです。でその一つに、死後あるんですかないんですかどうなるんですか尋ねたときに、お釈迦様はそれを結論としてね、答えられなかった。いわゆる無期と。記されなかったと。こう言ってくるわけです。それで、お前ね、このようにお釈迦様、死後については解かれなかったんだ。知らんのかと言ってくるわけなんですけども、実際にお経を見てみるとどうかというと、実は単に死後はどうなるんですかじゃなくて、 仏、如来の死後はどうなるんですかって聞いてるわけですね。つまり、お釈迦様に対して、俺の死後のことはどうでもいいけどね、釈迦、お前死んだらどうなるんや、それを教えろと。こう立て,てた時に、まあ、これまさに結論ですのでね、<laughs> お釈迦様のね、死後の心配するより、自分の死の問題を気にすべきですから、それに対しては、無期、解かれなかったということで、これ、パーリ仏典の小マールンキャ教などにそう解かれています。で、実際ね、 原始経典と言われます。初期の仏教にも死後について説かれてるんですよ。大体お釈迦様死後について解かなかったっていう人は、この原始仏教がお釈迦様の真意であって、大乗仏教はお釈迦様の教えじゃないんだと。こう言ってくる人ですけども、まあ、原始経典の中でも有名なダンマパダ、北斗教というお経には、悪いことをした人は、この世で売れ来世でも売れ二つのところで共に売れると。 ということで明らかにこれ死後ですよね。来世っていうのは。この世に対して来世でありますから。そう、有名なダンマパターンにも説かれています。原始経典にも説かれています。また、これまた原始経典の中で有名なスッタニパータというお経にも、何者の業も滅びることはない。愚者は罪を犯して、来世にあってはその身に苦しみを感じる。これも来世ですからね。死後のことであります。はっきり説かれているんです。 もちろん、大乗経典にも死後についてはたくさん詳しく説かれています。なので、無き、だから説かれてないと言われますが、正確には由来、仏の死後についての質問をその時は解かれなかったということでありますし、解かれなかったんだ、解かれなかったんだと言っても実際にお経にあるわけですから、まあ、動かぬ証拠と言いますかね、実際に教えられたわけであります。また、キリスト教では悪いことをした人、特に神を信じなかった。 ましてや神をそしたもの。これはもう地獄一直線。炎の中にもう放り込まれるということですが、仏教はどうかと言いますと、有名な昇真言には、盆昇逆法再英乳、尿愁水乳開知味と書かれています。どういう意味かと言いますと、盆と言いますのは盆部のことで、これは普通の人ですね。一般の人。昇、これは聖者ということで、まあ、立派な人です。人格者。逆というのは親殺し。 そういう恐ろしい悪人ですね。で、法というのは素知るという字ですけども、仏法素知る。これは法防罪と言いますけどまあ、いわゆる仏様を信じない、仏様に刃向けるような存在です。そういう一般の人も善人も悪人も極悪人も、等しく恵乳する。等しく救うということですね。才というのは等しくということ。恵乳というのは救われるということ。で、それを例えて、それはちょうどこのようなご年ということで、終水。 これ、いろんな川の水ですね。大きな川の水、小さい川の水、清流、きれいな川の水、汚い川の水。そういった集水も海に入れば一つの味になるでしょう一つの塩味になるでしょう平等に救われるんですよ。それが仏の慈悲なんだと。仏をそしる方々のものも救うということで、非常にキリスト教と対照的、神と仏の大きな違いの一つであるということです。で有名な 三義賞には、三田の本願には老少善幕の人を選ばずと言われまして、阿弥陀仏の救いは、もう年老いすぎてもう助けませんとか、小、若い、若すぎて救わないとか、いうことはない。善幕善人も悪人も、ここでいう善幕というのは倫理的な善幕もあるし、仏法を信じる人も、そしる人もね、すべての人を助けたいと、これがもう医者の王様、大医王と言われる阿弥陀仏の心であるということです。 俳優の武田鉄矢さんは、あの東野の圭吾さんのね、有名な小説、白夜行がドラマ化したときに、刑事役として登場したんですけども、インタビューでこう言ってました。この物語の悲劇のヒロインを救いうる宗教は世界にたった一つ、親鸞の浄土真宗だけだと感じ、自らの発案で自分が演じる刑事のセリフに、「単異抄」の一生をちりばめた、こう語っていました。この小説、いろんな不幸な境遇にありまして、それで犯罪を犯してしまう。 でその罪を隠すためにね、バレれそうになるたびにまたね、犯罪を繰り返すっていう、まあ、こういう人間のまさに業といいますかね、描かれてるんですけども、その悲劇のヒロインが神に祈ろうとするけども、もうこんな自分はキリスト教で救われないと、まあ、こう絶望するシーンがドラマにはあるんですけども、まあ、そのドラマ自体に浄土真宗がね、バンバン出てくるわけではないんですけども、武田鉄矢さんのアイディアで、先ほどの老少全幕の人を選ばず、もうほっといたら、悪を起こして、 地獄を生み出すような、そういったものを救えるのは、大乗仏教の中の大乗、浄土真宗だけだと、こう生まれて、その大乗仏教の中でも有名な単異抄の言葉をね、つぶやくと、こういうことをしたんだと語っていました。このように、キリスト教の死後、仏教の死後は大きく異なりまして、キリスト教は神によって地獄は作られ、その神の罰によって地獄に落とされる。中でも神を信じない人。 これはもう真っ先に地獄に落とされる対象であると。こう教えられています。それに対して仏教は、自分の業によって地獄が生じ、それを仏は救おうとされていると。このような大きな違いがあります。で今日はね、共に地獄の方の話をして、良い世界の方、キリスト教の天国と仏教の極楽についてはね、お話しませんでしたか。これはまた別の機会があればお話したいと思います。さらに深く知りたい、学びたいという方のために、 YouTube 上にメンバーシップを開催しております。その特典が3つありまして、1つ目が、月1回の Q&A です。やはりこういった内容だと、ちょっとこのところがわからないとか、もう少しここを詳しく聞かせてほしいっていう、こういう質問をたくさんいただいておりますで。動画のコメントにもたくさん質問をいただいてるんですけども、まあまりに多すぎてちょっと十分お答えできてないという申し訳ない状況になっております。それで、 そうたくさんの質問の中から特に大事なものをピックアップしてお答えする形になっています。これネット上のライブでありますから、もうその場でいろいろとさらなる質問確認、そういったやりとりも可能であります。そしてその質問を延々としまして、一般公開の動画ではちょっとね、話しづらい、そういった内容もありまして、そういう内容についてもお話しできます。と言いますのも、一般公開の動画というのは、 その動画が私の話を聞く最初だったということがあるわけです。そうすると、あんまり突っ込みすぎて難しくなると。ああ、この人の話難しくてわからんわ。ということで、かえってご縁を遠ざけてしまうことにもなりかねませんので、やはり続けて動画を見られて、あ、こういう内容ならもっと知りたいという方ならば、それが初めてということではありませんので、やはりもっと突っ込んでお話できるわけですね。まあ、決してなんか秘密があるとか隠してるわけじゃなくて、 そういう理由で、このメンバーシップならではの内容が聞ける場が、この Q&A であります。そして特典2というのは、今までもそういった Q&A をやってきたわけですけども、その過去動画をたくさん見ることができます。まあ、これだけでもね、まあ、非常に価値がある内容になってますけども、これが月額990円で、特典1、特典2を聞くことができるということになります。まあ、今現在でしたら、月に15回、 もう無料で公開しているわけですから、その1本動画が、まあ、6、70円の価値があると、こう思われたら、もうすでに990円の元は取っているわけですね。で、1本6、70円の価値もないという方は、まあ、無理してメンバーシップに入られる必要もないと思いますので、まあ、少なくともそれだけの価値はあるわという方は、ぜひご参加ください。では、得点3は何かと言いますと、これは月2回の Q&A になります。やはりもうたくさんの質問いただいてまして、 なかなかそれに全部答えきれてないわけですね。なので、月1回ではもうとても追いつかないということで、月2回ご質問にお答えしたいと思います。こちらは、得点1から得点3まですべて聞けることになります。で、こちらが月額1790円ということでありまして、これも1本動画がまあ120円ぐらいの価値があると、こう感じていただければ、すでに公開されている動画でもっと取れますので、まあ、1本120円も価値あるなと思われる方は、ぜひ参加していただいて。 120円も勝ちないよという方は無理して入られる必要はないかと思います。でこの Q&A は Zoom と言われるもので行います。スマホとかタブレット、パソコンで話を聞くことができます。設定は簡単ですので、やり方については概要欄、コメント欄からご確認ください。Q&A というのは、それぞれ1時間ほどの予定になっております。時間帯はだいたい夜の8時から9時の場合が多いです。曜日は決まっておりません。 で聞かれる方が実際にカメラの前で顔を出すかどうかということはお任せいたしますので、まあ、顔を出していただいた方がより密なコミュニケーションはしやすいですけども、まあ、夜でもうちょっとお化粧落としてますとかね、まあ、そういう方は顔出しなしでも大丈夫です。で日程が合わなかった場合でも、話をした内容を録画して後で見れるようになっておりますので、ご縁があった方はまた繰り返し見ることができますし、ご縁がなかった方は後からも聞いていただくことができます。 もちろん大会も自由で簡単であります。これは YouTube 上で入会大会いたしますので、私がなんか無理やり引き止めてなかなか大会できませんという、こういうことはありませんのでご安心ください。で申し込み方法について説明いたします。まあ、パソコンですと、私のチャンネルのトップページ、まあ、これも概要欄、コメント欄にリンク貼っておきますけども、そこの、この部分ですね、メンバーになると書いているところをまず押してください。 アップすると、このようになってます。チャンネル登録の横ですね。で既にモニターとして入っておられる方は、チャンネル登録じゃなくて、メンバー特典という表示が変わってますけど、ここを押すと、今回の正式メンバーシップに登録ができます。そこを押していただきますとね、こちらの方に3段階表示されまして、まあ、モニターはもうすぐ終了しますけど、この月1回、月2回の方からご希望の方を選んでいただいて、その上でメンバーになると。 押していただきますと、登録が完了いたします。スマホで言うと、こんな感じですね。ちょっと小さくて見にくいですけども、ここにメンバーになるか、メンバー特典という表示がありまして、そこを押すと、このような画面になって、その下の方をね、スクロールしていきますと、月1回コース、月2回コースということで選ぶことができます。登録が完了いたしましたら、こちらの URL、これも概要欄、コメント欄にリンクを貼っておきますけど、ここを押すと、 そのメンバー専用のページが見れるようになっています。で、そこにメンバーシップ専用のメルマガも案内してますので、そこに登録していただきますと、次回の案内などが届きますので、こちらの登録もお忘れなきようお願いいたします。より詳しい申し込み方法は、コメント欄、概要欄をご確認ください。で一部、うまく登録ができないというお声も聞いておりますけども、まあ、すでにモニターメンバーになっている方は、一度退会するとうまく表示されるようになると。 いう場合もあるようです。また、スマホでうまくいかない場合、タブレット、パソコンなど、別のもので試してみると、うまくいくということもあります。場合によっては、YouTube のアプリをバージョンアップしなければならないということや、まあ、iPhone の方の場合ですね、iPhone 上の YouTube のアプリから入ろうとすると、どうもうまくいかないそうでありまして、Safari などをね、別のブラウザーから立ち上げて、そこから幸せの学校を、ね、検索していただいて、入っていただくと、 うまくいくことがあるようです。で、こういう場合うまくいったとか、こういう場合うまくいかないとか、いうことありましたら、お手数ですけども、コメントやメールなどで教えていただければと思います。まとめますと、特典1の Q&A、A、月1回と、過去の動画は月額990円でご覧いただけます。で、月額1790円の方は、この特典1から特典3まで、いわゆる月2回の Q&A と、過去の動画を見ることができると。 いうことになります。やはり動画で私なら一方的に話をする。アートなら一方的に聞かれるということですけども、メンバーシップになりますと、このやりとりもね、できて、より深く学べるようになりますので、あなたの参加は心からお待ちしております。